火山学は、火山の噴火を調査するため、しばしば活発に活動している火山に足を踏み入れ、テフラ、岩石、溶岩のサンプルを採取する。火山学者は、調査中に、突然の噴火が起こることから、最も危険な科学的な職業のうちの一つである。フランスの火山学者、カティアとモーリス・クラフト夫妻は、日本の雲前不言だけで調査中に亡くなっている。ありがとうございます。